はいどうも、カードショップ山本の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録が無駄な方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、MO チャレンジ優勝の白タンミッドレンジということで、はい、結構レシピ見た時になんかありそうでなかった感じのデッキかなっていう印象ですね。結構クリーチャーガンガン並べていくような、白タンとか多かったと思うんですけど、1マナ2マナがほとんど攻撃力ないんですよね。3マナもなんか平和の番人とか婚礼の発表とかそれ以降が強いのかな。まあでも一応ここ3マナか鋼の四天使どんな感じで勝っていくんだろうっていう、まあ序盤はなんか土地を伸ばしたり、まあ、ドローしたりっていうのですかね。まあ、この軍備放棄がね、入ってる時点で、まあ、そこで試合決めるようなイメージではないんでしょうけども、まあ、とりあえずやっていきましょう。さあ、それじゃあやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。地味に鋼の四天使3ターン目出せるかどうかわからんのでね。あ、これで確定したね。さあ、神使相棒。まあ、シンプルに三飛行反魂って結構強い。さあ、ハンコンつけて殴っていきます。ターン終了。向こうはデミアか。反抗つけていきます。電話の番人ダメでしたね。しかも追放されちゃったのがきついな。お、エスパーでしたか。そうなってくると流すカードとかも当然飛んできそうですね。ただしフォローはとりあえずないか。しゃあないか。さあ、労働者で平地持ってきます。やっぱりちょっと打点が低いかなという感じですね。このミシュラの鋳造所をねあんま使い慣れてないっていうのもあるんですけど、ちょっと使いにくいな。これは殴っちゃうか。どうだろうね。さあ、正規の番組。さあ、どっち土地がちょっとしんどいけど、当然国別も入ってるやろうし、バウンスか。別に
攻撃しにくいな。さあ、戦士の番組。ちょっと土地が多いね。5マナ、6、7、8マナか。殴りますか。さあ、どこ。ターン終了。さあ、特別が飛んでくる。ところを。ミニのトークン出します。ターン終了。向こうなんで墓地を追放しなかったんだろうね。リアニとか控えてんのかな。さあ、だっこ。こっちにセラの模範出しておきましょう。ここで傲慢な陣出てきますか。ああ、この土地、ハンド見れるの楽だな。さあ、平和の番人。ああ、呪文一つを対象とそれを打ち消すか、クリーチャーをか。まあ、特にどうしようもないけど。クリーチャーをタップさせる能力か。まあ使わせましょう。Remember your training.さあ、噛みつく相棒を出してターン終了。壊されてる。はい、対戦ありがとうございました。
重いね。重いけど、まあ、行くか。情報収集。そうか、イラストが違うからちょっとピンとこなかった。銀行を破りいきます。登場して殴っていきます。すごいね、この動き。ハンコン、ターン終了。先に大勝ちが来ました。さあ、婚礼の発表。ここでバウンスされるか。ターンする。さあ、相手土地を探してんのかな。殴り合いますか。アタック。あ、これは破壊か。まあ仕方ないです。ターン終了。おお、ここで役に立つのか。さあ、邪悪を打ち砕く。平和の番人、家の焼き払いですか。で、さあ登場。さあどうぞ。出すか。いや、一旦待ってもいいか。ターン終了。来ましたね。これで家の焼き払い飛んでくるかな。殴ってから焼き払い。次のターンは平和の番人で銀行破りで殴っていくと。
さあ追い詰めた。2体だけど、これはもう勝ちかな。3点回復させて、あれ、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。労働者で土地持ってきます。厄介だな。銀行破り出してターン終了。倒すのは倒せるけどってやつね。アーテイム行きましょうか。さあアタック、ターン終了。なかなか引きがね、あれだね。さあ、
サノール起動。ターン終了。さあ、ターンもらいます。行くかだね。乗るか。アーテイが飛んでくるとして、仕方ないね。さあ、ブロック、ブロックでアタックで、もう一体銀行破る。それは来るわな。その次2体飛行止めれるかどうかだよね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。 MO チャレンジ優勝の白タンミッドレンジということで、いや、最初使う前はどうなのかなと思ったんですけど、使ってみるとめっちゃ強いな。中盤とかめっちゃ強い。うん、使いやすいし、そうか、1ターン目2ターン目そんなにゴリゴリ強いクリーチャー出していかんでも、中盤以降でね、こんだけ強いと、あと鋼の四天使はまあまあやっぱ強いね。なかなか使いやすくていいんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じで白タン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。